ついに来た。ついにこれをやる時が来ました。はい、皆さんこんにちは、田中翔です。いやもうね、ずっとやりたかったこの企画。皆さん誰もが誰かと野球とかボール球技をしている時に、ボールの行方が分からなくなって、ボール上危ないっていう時に、本当にもう自分はボールがどこにあるか分からないから、当たる可能性あるから、もううわーっていう恐怖だよね。もうもはやもう恐怖しかないから、もはや出ました、もはや2連発ね、久しぶり。えげつないよねこれ。ってことで今日はその恐怖に怯える人たちのリアクションを撮りたいなと思って、まあ、以前テレビでやっていたんですけども、グローブしか自分は持ってないんですよ。ボールはないのにグローブだけ持って、その例えばターゲットが来たら、ターゲットの近くで上を見てグローブだけなんですけども、やばいやばい、はい、ボールって言ったら、ボールがもう上にあると思っちゃう。もうその意識がもうボールに行っちゃって、もう自分喋りすぎて嘔吐するやつ見たことねえけどな。ということで今日やるのはね、グローブだけ持ってフライクルドキリーみたいな感じ。名前全然決めてませんでした、うっせえ。まあね、説明するよりももう見ちゃった方が早いんでやっていきましょう。ということでね、早速移動&着替えを一瞬でしたいと思います。いきます、せーの。はい、というわけでね、外にやってまいりました。外に来てもう全部揃ったんでやっていきましょう。